ایدریس هشتاد دیگه شیسیل هم وقت کشیده بزرگ زن عزت برد گفتش سی ایتار فروختن چهارسه سی میلیون Wow, this is basketball. なんかね、いきなりキャスラさんに誘われて、俺のなんか奥さんがどっか行ってるから俺ん家来いやみたいな感じになって来たんですけど、ちょっとねキャスラさんの様子がおかしいんですよ。テンション上がっちゃってる感じ。アルコールじゃないと思うんですよあれは。なんで運転も結構めちゃくちゃやったし、あ、僕もこれ決まってんなみたいな感じでしたね。まあちょっと警戒しながらなんとなくこの家に来ましたけど、なんかバーベキューするみたいよくわからんね。しかし The circle you can see a Wow Fire circle Yeah, great.全然普通にバーベキューでした。こんな感じで初めてのカウチサーフィン、豪邸に泊まらせてもらうでした。おやすみ。オッケー、あ、いや、オッケー。オッケー。アリサ、アリサ。こんな感じでキャスラさんのご家族の方たちとなんか良さげなレストランに来ました。なんか何から何までお世話になって本当に幸せですね。こんな感じで異国で家族のように扱ってくれるっていうのは嬉しいね。リサTouch me in the pouring rain. And the moment that you wander apart from me, I wanna be.一屋でご飯一緒に行ったりとか子供たちと一緒に遊んだりしてたらもう夜っていうね嬉しい言葉いっぱいかけてもらって本当出会いって大切だなと思いました。まあこんな感じでしたね。カウチサーフィン僕がやってみた感じは、やっぱり止めさせてくれるだけじゃなくてやっぱりいろんなご好意があったりして
でもちなみに僕はあのご飯はおごってもらってないです。自分で出してます。ご飯おごってもらったりとかそういうのもあるみたいなんですけど、僕はあのしっかりと How much should I pay you? っていう風に聞いております。で、それであのあここは私が出してあげるよとか言われたら、あそうですかありがとうございますって言うし、いくらいくらちょうだいって言われたらはいっていう風に、うん、やっております。うん、そこはやっぱちゃんとしたいなと思っててっていう感じでございます。やってみたくなったカウチサーフィン。はい、で、次行く、まあちょっと次また今日はこの夜から移動していきたいなと思うんですけど、バスステーションの方に向かいますか。うん、結構ね気づかなかったんですけど、夜になるとちょっと危険そうだなって思うところはたくさんありますね。なんか溜まり場みたいになってるとこだったり、人気が全くないとこもあるし、あのさっき車でお前何ここで何やってんだ、ここ危ないぞみたいなことも言われました。なんでなんか日中とやっぱ夜は全然違いますね。特にこういう風になんていうか人が全くいないとことか結構あるんで、そこはちょっと気をつけないといけないですね。着いたで、結構でかいバス停ですね。ゴリゴリですね。なんかもっとローカルなイメージしてましたけど、というわけでチケット買っていこう。はい。はい。Yeah. No problem. This ticket for you? No, I don't have. I want to go to Bandar Abbas. Bandar Abbas. Bandar Abbas. You go to company number 7. 7. Adla. Company 7. Company 7. Adla. This ticket for Bandar Abbas. Uh-huh. Okay. I will go. Is that? Come here. Yeah. Okay. Thank you.Travel Green. Travel Green. Mm-hmm. Company number 7. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. どんだけ優しいね。はい、How are you? Ah, yeah, okay, fine. もうこんな感じでね、何にもわからないで来ても誰かが教えてくれる。ほんま、超簡単。むしろ何も知らへん方が楽しいね。ガチガチに固めでも7番どれや。テラテラテラ、これがセブンか。I want to go to Bandar Abbas. This seven number seven. Okay, thank you. 1ドルぐらい変わるのか。Please, VIP 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 bus.Yeah, 10 o'clock. Yeah, that's fine. さっきのみたいな立派なバス停じゃないんだね。はい、場所言うの忘れてましたね。ここバンダレアッパースって言います。ちょっと地図出しますけど、イランのだいぶ南の方、だいぶ南の方っていうかもう海ですね、海のとこまで行っちゃってます。うん、だからめっちゃくちゃ暑いです。なんか東南アジアっぽい暑さがあって、なんか久しぶりになんか熱帯のとこに来たなって感じです。イランはね結構ね暑いですけど湿気がそんなにないんですよ。でもここは年中高温多湿みたいなところらしいですね。うん、とりあえず宿探すかな。うん、ちょっとここねなんかホテルの値段があんまり旅行者向けっぽくなくて結構高いらしいんですよ。なんかなぜかとか、あとなんか
空いてんのにフルだとか言うとか言うらしいんで、ちょっとそこら辺の実態を掴んでいこうかなと思います。じゃあちょっとそろそろ歩き出しますか、街の方へ。今日も頑張っていきましょう。よし。